スベトラーナ・スルガノバは、ロシアの女性シンガー・ソングライター、ギタリスト、バイオリニスト、詩人。大学2年を終わって、夏休みにリアナは、サンクトペテルブルクへ旅行に行った。そこで、偶然、スベトラーナ・スルガノバに出会う。二人とも以前から歌を作っていたので、アコースティックのデュオとして共演することがすぐ決まった。1993年8月19日バンド。 ナイトスナイパーズが誕生した。ディアナはギター、スベトラーナはバイオリンを弾き、二人の美しい歌声、研ぎ澄まされた音、そして歌詞は人々を感動させる力が強かった。1994から96年にわたって、サンクトペテルブルクをはじめ、いろいろな街の有名なクラブで演奏した。そして、二人はゼンペテルブルクというテレビ音楽コンクール。 小春日和という非営利のロック音楽フェスティバル、ロシアのモダンという12時間も続く都市のイベントなどに参加していった。1996年にデンマーク公演で学生のためのコンサートをいくつか行った。そしてバンドの活動と同時にアルベニナがロシアで最高レベルであるサンクトペテルブルク大学に入学し、外国人向けのロシア語教師になるための勉強をしていた。 1997年2月、二人の男性がバンドのメンバーに加わった。ベースのユーリー・レクチャ・リョフとドラムのアレクセイ・イワノフを加えて4人で活動を始めた。サンクト・ペテルブルクの様々なイベントに参加し、その中でアラン・マイエルとイー・ゴーリー・ゴルベンツェフという有名な画家の展覧会でもコンサートをやったことがある。1998年8月にはナイト・スナイパーズの デビューアルバム、ミツの樽にタールの雫が世に出た。このアルバムの曲はヨーロッパプラスをはじめとして、ロシア最大の5つの放送局の電波に流れるようになった。最初のコンサートプログラムが聴衆を飽きさせないうちに新しいプログラムを出し、バンドはロシア、デンマーク、スウェーデン、フィンランドで活発的な公演活動を続けていた。 1998年の終わりにバンドのリズムセクションが変わる。しかし、ナイトスナイパーズの心であるディアナとスベトラーナが相変わらず素晴らしい歌を作り歌っていた。新メンバーのゴーガ・コピーロフとアリック・ポタプキンはズバ抜けたプロであり、それによりバンド全体が初期の頃の歌を新しい目で見るようになって、新作のものは質的に高い水準に達した。 サンクトペテルブルクでコンサートを10公演を行い、車とという祭りで大きな成功を収めて、トリアッティ市自動車産業都市でスペシャルゲストとして出演した。1999年8月には新しいアルバム、子供の片言という1989から95年にホームレコードやスタジオ録音された音楽の先週したものがリリースされた。2000年の夏、 ナイトスナイパーズが、堺というエレクトリックのアルバムに取り組んだ。11月までに大ヒットした31回目の春がナーシェラジオのチャートで1位になる。ナーシェラジオは、ロシアのロックしか放送しない大人気のツボネであり、そのチャートの1位に達することはロシアで最高のバンドになるのを表すのである。同年12月ナイトスナイパーズが、サのリリース契約を、 リアルレコーズというロシアのレコーディング大手会社と結ぶ。2000年3月1日にモスクワで11日にサンクトペテルブルクでこのアルバムがプレゼンテーションされた。津波という2番目のエレクトリックアルバムは2002年の秋に完成した。津波という言葉は日本語からの外来語でディアナの説明によれば人が逃れられない大波のような声を表す。 12月にはバンドがスベトラーナを脱退させた。実際には、飽和状態だった。私たちそれぞれに、自分の道がある。時が一番賢明な意思であり、皆を適所に配置するだろうとディアナ・アルベニナが言う。ありがとうございます。